は今年3月の世界選手権で銀メダルを獲得した羽生結弦選手。先月の国別対抗戦は怪我のため選出されず、世界選手権から2ヶ月ぶりに公の舞台で滑る。今日の練習ではトリプルアクセルを着氷させるなど順調な仕上がりを見せた。世界選手権の時よりも右足はすごく良くはなっていってて、このまま続けながら足首の筋肉を鍛えたりとか、最終的に痛みがなくなるようになればいいなというふうに思ってます。久しぶりに自分が演じるパターンを変えたので、やっぱそこはもちろん皆さんに楽しんでもらいたいなって思うと同時に、新たなオペラ座の怪人のなんか続編というか、より進化したものを演じたいなっていう気持ちはあります、さらなる高みを目指す羽生選手、今後どんな滑りを見せてくれるのだろうか。